皆さんこんにちは。今回は PC 水冷用のラジエータを使ったヒートパイプ製作の続きで、ラジエータを加工して部品もいろいろくっつけて空冷の CPU クーラーみたいにしたという紹介です。前回は未加工のラジエータをそのままヒートパイプ化して無理やり CPU 上にくっつけ動作確認をしました。当初からいくつか問題や懸念点が見られましたが、それらを対処するには加工が必要と判断し、最初はシンプルな状態で試そうということで、シンプル簡単なラジエータを使ったヒートパイプ、ラジ HP を作りました。動作確認では PC 起動までできたものの、ベンチマークを行うとサーマルスロットリングが作動し、冷却性能としては散々な結果でした。やはり問題を放置したままだとベンチマークは厳しい。でも安直な作りの割には PC 起動までできたのは意外、といった感じです。今回はその放置していた問題や懸念点に対応すべく、様々な加工や調整を施したラジ HP を紹介します。前回紹介した問題や懸念点をおさらいしつつ、今回のラジ HP の構造についてです。まずはラジエータと CPU 間の接触、固定方法について対処していきます。前回はラジエータと CPU がいい感じに接触できる位置や方向を探してから、長いボルトを使って固定していました。設置するのに位置や方向が限られていたのは、マザーボード上のコンデンサなどの部品が影響しています。これらが CPU のヒートスプレッダ上面よりも出っ張っていて、そこに本来の CPU クーラーではありえないほど底面が大きい、というより細長いラジエーターを置くと接触しちゃうんです。もし接触してラジエーター、ヒートスプレッダ、コンデンサなどの3点接触なんてことになってしまうと、ラジエータとヒートスプレッダ間では肩当たりになってしまうので、ここの熱の伝わり、熱伝導が悪くなります。そうならないよういい感じの位置や方向を探しました。まあ底面が大きいと言いましたが、そもそもラジエータは CPU の真上に来るものではないのでこうなるのも仕方ありません。しかしこの点はもう一つ、とても大きな問題にも関係します。ラジエータとヒートスプレッダ間の接触面積が少ないんです。ラジエータの底面は細長ですがヒートスプレッダは正方形に近い形、必然的に接触しない部分が増えてしまいます。この熱伝導できる接触面積が少ないという点が前回のラジ HP における最大の問題だったと思います。その上位置や方向が限定されるので変なところに設置しますし、さらに長いボルトを使った不安定な固定接触にとっては厳しい状況でした。そこでこの対策として今回は加工を施しました。当初は銅のブロックなどでラジエータが来る位置を高く、かさ上げみたいにしてコンデンサ等との接触を防ぎ、ある程度自由な位置や方向で設置できるようにしつつ、さらに銅ブロックの大きさをヒートスプレッダに合わせて接触面積も改良。そんなことを考えていました。でしたが固定はどうしようとか、銅ブロックの分裂伝導の要素が増えるとか考えると面倒になり、いっそのこと加工してこれまでの製作で作り慣れた、そして使い慣れたパーツや方法でやろうとなりました。なので今回はラジエータ自体の底面に穴を開け、そこに透明樹脂で作ったアタッチメントパーツを重ねて、市販の PC 水冷用金属ブロックのマウントパーツを流用できるようにして、さらに以前製作した、これまた市販の金属ブロックを加工して作った特製の金属ブロックを付けました。これで前述の銅ブロック案と同じようにかさ上げと接触面積の改良を行いつつ、固定方法についても目処がつきました。ついでに熱伝導のルートも銅ブロック案のヒートスプレッダ、銅ブロック、ラジエータ底面の順だったのが、一つ減ってヒートスプレッダ、金属ブロックに短縮できます。ついでのついでに透明樹脂で作ったアタッチメントパーツを使うので、内部を少し観察できるようになりました。これで冷媒をどのくらい注入したかや、冷媒の動き、沸騰の様子が目視できます。まあ観察ということであれば、このアタッチメントパーツは以前製作したタイプ部という部品も使えるような作りにしたので、これを使えばよりしっかりと観察できます。実際使ってみるとこのパーツのおかげで、というか影響でラジ HP の動きを知ることができた、なんて一面もありました。そうそう、このアタッチメントパーツですが、ちょっとした位置の調整機能を持たせました。タイプ部なしの、前回と似たような直付けに近い形態では、ラジエータの片側に少し寄ったところに金属ブロックをつけて、ラジエータの位置を調整してマザーボード上のヒートシンクを避けるようにしました。このかさ上げ量でもまだ位置調整が必要でした。そのためタイプ部なしのラジ HP は少しアンバランスな見た目です。まあ私としてはこのスッキリとした構造は結構気に入っていますが、
一方パイプ部を使うとマザーボードから十分な距離ができ、自由にラジエーターを配置できるので中央に金属ブロックが来るようにしています。こっちはこっちでシンメトリーでいいですね。話を戻しますか。今回のパイプ部は単に観察のためだけとはいかなそうです。ラジ HP としての動作や冷却性能にも影響するかもしれません。単純に冷媒が加熱される場所と放熱する場所の距離が離れるということが思い当たりますが、今回のヒートタイプ化されたラジエータ内での冷媒の加熱放熱には沸騰凝縮の相変化現象が伴うので、それらに対するパイプ部の影響がありそうです。沸騰は見ての通り激しい現象です。こんな沸騰がパイプ部なしの比較的狭い空間で起きていたらどうなるんでしょう。その点はパイプ部があるとある程度自由に沸騰できそうな何かしら影響がありますかね。いや、やっぱり加熱と放熱の距離が開くのは熱輸送的に非効率だから悪くなるだけかも。そのあたりは実際の動きから見ていくとしましょう。動作確認の結果で判断というと、適当な水量という問題もこの方法で検討していきます。まあこの問題は前回のラジ HP 特有というよりは、私が作る自作 CPU クーラー全体で言えることです。ラジエータの形状が相変化の冷媒循環に合っているかという懸念点も、おいおいの動作確認で判断です。一応今回の加工で市販の金属ブロックを流用するので、もともと平坦だったラジエータ内部底面での沸騰は良くなりそうです。まあこの点は以前の動作確認で分かっているのでいいんですが、問題はラジエータの細い配管部分です。ここの冷媒循環については行き当たりばったりな対処になりそうです。この問題はヒートパイプ自体の動作が関係しています。私が自作するヒートパイプはすべて冷媒が加熱され、沸騰して蒸気になり、その蒸気が放熱部分まで移動して放熱、凝縮し液に戻り、再び沸騰する部分に落ちていくという動きをします。この時に蒸気は下から上へ上がろうとして、一方の液は上から下に落ちようとするので2つの動きが逆行します。それでいて今回はラジエータを使っているので、これまでの製作のような比較的広い空間はありません。この狭い配管内でどう蒸気や液が動くのか、ここがラジ HP における冷却の成否に関わる部分になりそうです。そんな重要な部分ですが、特にこれといった改良案は思いついていません。次回以降に紹介予定の潜在水といった変化が起きそうな案は思いつきますが、それでよしあしどっちに転ぶかわかりませんし。そもそもの根本原因を考えると PC 水冷用のラジエータをヒートタイプとして使おうとするからでして。ですがラジエータを使わなかったら企画倒れです。ひとまずこの携帯でやってみたいので、これについてはできそうな範囲で試すというスタンスでやっていきます。問題と懸念点、あと今回のラジ HP の構造については以上です。ここからは動作確認に向けた準備作業、ひとまずパイプ部なしのラジ HP からです。CPU の上に設置するとこんな感じ。やっぱり結構すっきりまとまっていますね。真空引きは問題なかったので冷媒注入ですが、今回も煮沸した生成水を使い、注入量はアタッチメントパーツの上面あたりを目安にしました。前回のラジ HP ではラジエータ下部が満水になるのを目安にしましたが、今回は多少ながらも空間的に余裕があるので、蒸気の移動性も考慮して少し少なめにしました。ところで冷媒の注入時はやっぱり内部が見えると安心して作業できました。この観察性に慣れてしまったようです。ヒートタイプ化もできたので PC 起動です。問題なく PC 及び OS が起動できました。PC の起動直後ですが、CPU 温度を見てみると28度 C。室温24度 C ほどで28度 C ならまずまずですね。ただ前回の室温25度 C で37度 C だった状況と比べると、冷却性能は大幅に改善しています。加工した甲斐があったということでしょうか。まあこうやって内部で沸騰して気泡ができているのを見ているだけでも、私としてはやってよかったと感じます。それはそうと PC も起動できたことですし、ベンチマークソフトを使った高負荷動作時の動きも見ていきましょう。CPU の動作設定は定格で、ベンチマーク開始です。前回は開始直後から CPU 温度が急上昇、サーマルスロットリング作動まで至りましたが、今回は安定して冷却できているようです。相変わらず音は激しく、パチパチパチと揚げ物のような沸騰音が聞こえています。実際に沸騰は激しいようで、アタッチメントパーツから覗くとパーツの内部全体を気泡が満たすように沸騰していました。
こんな激しい沸騰でよく冷却が維持できるなぁと思いましたが、よく見ると沸騰しても水は少し残っているようです。連続して沸騰するんですから水も必要量あって、つまりは沸騰した分の水も戻ってきているんでしょう。案外うまく冷媒循環しているんですかね。ベンチマークは問題なく終了しました。CPU パッケージ消費電力の最大値は 75W、室温 24°C ほどで CPU 温度は最大 62°C でした。これまでの製作と比べるとちょっと悪い結果ですが、前回のラジ HP からすれば圧倒的に良くなりました。普通に冷却できるようになったみたいです。ひとまず安心です。さらにこれまでの動作確認同様、オーバークロック設定でもベンチマークをやってみると、CPU パッケージ消費電力、最大値 114W で CPU 温度 86°C。しっかりと冷やせていました。以前は諦めた、純粋な空冷の自作 CPU クーラーでしたが、PC 水冷用のラジエータによってあっさりとクリアできました。さすがは市販の PC 水冷用ラジエータ。というかこの役目を自作で賄おうとした以前が厳しかったんですかね。以前の純粋な空冷というとパート28あたりでしたから、あの時と比べると本当に良くなったと感じます。そうそう、今回はサーモ映像も撮ってみたんですが面白い動きが確認できました。サーモカメラの設定をいじっていないので表示されている温度の絶対値は間違っていそうなんですが、温度の高い低いの分布を見る感じで撮影してみました。これはベンチマーク前のまだ冷えている状態です。ぼんやりとラジエータの輪郭がわかり、ラジエータタブだけ赤くなっていて高温なようです。これがアイドル動作時のラジ HP の温度分布で、ベンチマークを開始すると、スッと赤いラインが伸び出して、ラジエータ株から赤色よりも高温を示す白色の範囲が広がっていき、伸びていた赤いラインはラジエータの上部まで到達しました。そしてベンチマークが終了すると赤いラインが細くなっていき、また最初の状態に戻っていきます。温度分布は顕著に変化していたようです。この温度変化自体は CPU 温度の履歴を見ても急上昇、急降下しているのがわかりますが、サーモ映像で見ると実際にどこが熱いのか冷たいのか、どう変化したのかもよくわかります。そしてこの映像を見て不思議に思うことが一つ、ベンチマーク中の温度分布です。なんでラジエータの片側だけ高温なんでしょう？まあ今のラジ HP の携帯はタイプ部なしの、沸騰が起きている金属ブロックが中央から少しずれたものですし、ついでにこちら側のラジエータ上部の配管穴には圧力計測用の配管をつなげているので左右非対称な状態です。左右非対称だからこうなったのかもしれませんが、ただ局所的に熱いとなると最終的なファンによる送風、放熱の効率が悪そうな。この点は次回紹介予定の、ある程度構造が対称な、タイプ部ありラジ HP の動きを見て確認していくとしましょう。それにしてもラジエータ上部まで赤くなったということはここまで高温、熱源が来たわけですよね。ということはここまで蒸気がやってきて放熱していたんでしょうか。その時の凝縮はどうなるんでしょう。もしかして蒸気と液が混在して、逆行しながらも流れていた。それともラジエータ片側でもさらにその半分が特に赤いのを見ると、4分の1蒸気の通り道で、あと4分の1が液の帰り道？どっちも大変な冷媒循環ですが、内部では一体何が起きていたんでしょうね。こういう時に透明だったら目視で。って考えてみるとラジエータ全体、または全面的な透明化は私にはできそうにないですが、ラジエータの上下部分を透明樹脂材で置き換えくらいはできそうなんで、それで冷媒の動きが観察できるような。ちょっと先の話になりますが今度さらに改造するつもりでしたし、そのあたりのことも踏まえて考えておくとしますか。といった感じで新たな疑問や改造案のきっかけが見つかったサーモ映像でした。ここは今後も確認していきましょう。これでタイプ部なしラジ HP の動作確認については以上です。そしたら次はタイプ部ありのラジ HP なんですが、キリがいいので今回の紹介はここまでにして、続きは次回にします。次回はそのタイプ部ありラジ HP と、冷媒に洗剤水を使った場合それぞれの動作確認について紹介する予定です。タイプ部の追加によって冷媒の動きは変化したのか、そもそもどう冷媒が動いていたのかを観察して、これまでは冷却性能向上に寄与した洗剤水が、このラジ HP ではどう動くのかを扱います。時間があれば今後の改造や、その後どんな実験をするかについても事前に話したいんですが、まあそれらは動画時間を見て考えます。こんな感じで続けていくのでまたご視聴いただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。